途切れになってしまいますので、ゆっくりこう歩いていただきながらですね、下余計の方に移動していきたいと思っています。ソテツの下余計になります。はい、なんかこれ本物のソテツが入っています。庭園とかある庭園とかですと、こう冬のしつらいということで丸太とかで、お化けっていうんですけれども、実際に中身が入っていないもの、丸太に藁をかきつけるというか藁を寄せて作ったものも多いんですけれども、中にソテツ本物が入っているところはここと旧芝離宮本師庭ですね。これですね、2種類ありまして、うちですと1種類、この鎧っていうんですけれども、この段々と重ねたものが、鎧のしころの部分に似ていることから鎧巻になりますけれども、もう一つ、巻き下ろしといって、ホース、今これ、袴っていうんですけど、この藁の部分、これが見えている部分、あとですね、この穂先を逆さまに使ったものに、白縄をぐる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 って巻いてあるの。見たことありますかね。それも、巻き下ろしっていう種類の下余計になります。はい、で上に乗っかってるものはこれ別で、こうだんだんだんに積み重ねていって、最後にこうわらぼっちっていう、まあ、雪吊りの頭とか、まあ、後ろにあるんですけど、そういうものにつけてるものを、飾りとして結びつけてあります。で先ほど言った結び目、やはりお客様の方に向かって正面、ここから見ると真正面ですよっていうところで必ず前を向いて結んであります。下の飾り結びもそうですね。で今足元松葉が引いてあって、藁で土俵っていうんですけれども、こう白縄ぐるぐるぐるって巻いてあるの見えますか。見えない方ちょっと前に進んでいただいて、これがですね、これもちょっと下よけの意味がありまして、苔とかを霜から守る、地皮植物を霜から守るための、これも下よけの一つになります。敷松葉って言います。でこうそうですね、雪が乗っかったりとかですね、霜で上がっちゃったりとかすると、浮き上がってしまいますので、まあ、ここに実際苔があるわけではなくて、まあ、ねじめとして少しこうこれを、まあ、冬のしつらいの一つ楽しんでいただければなということで作ってみました。はい、何かと思うんですけれども、ちょっと、様子が違いまして、県の県の雪吊りですね、枝に直接縄を結びつけるやり方、リンゴ釣りとも呼ばれるんですけれども、なんでリンゴ釣りなのかなと思う方もいらっしゃると思いますけれども、ドカッと重い雪が降るわけがございません。なので、あの直接枝に張るんではなくて、幹にですね、幹から枝に向けて竹でですね、竹を差し込んで、そこにまた竹を回す、まあ、これ竹が短刺し、まあ、あの日本髪を言った方が刺す短刺し、刺してるので短刺しってことで、あと周りがブチっていう、まあブチなのでブチっていうふうに言われてますけれども、まあ、それをつけることで、形を整えるということになりますね。でですね、まあ、飾り要素がほとんどなんですけれども、飾りだけように、端っこから順番に、出していってですね、一本一本、まず5本の束になります。5本の束を一本一本分けてですね、また一本ずつつけて、まあ、左手が完成しているものなんですけれども、午前中のお客様ですと、そのどこかで、都立の庭園の引き継ぎを見たことがある方に、南部式、北部式なんてどういう違いがあるのというご質問も受けたんですけれども、昔、東京都が管理していた頃に、南部公園に竹を取り付ける、終わったみたいになりますね、大きな拍手をしていただくと。県の県なんかですと、上に耳っていうのが付いてるの
体1個持って投げたりするんですけど、まあ、そういうことも全部含めて、はい、基本的に雪釣りですね。兼六園のものとは全く作り方が違うんです。縄の付け方であったりとか、関東にあったやり方、あとはその粒のまでつけるので、しっかりこう時間をかけて見せる柱を、これ毎年毎年作り変えるので、全部一回柱だけのところに今度こう内藤縄、先ほど言ったこういぐさ縄っていうのを巻きつけていきます。で、巻きつけたものの上にわらぼっちというそのわらを乗っけて飾り結び、黒い白縄で飾り結びがしてあると思うんですけど、それをつけて、今度さっき投げる前に輪っかになってましたよね、輪っかにした状態でこっちに持ち運んできて柱を立てます。で、柱が決まったところで今度竹、先ほど言ったバチですね、かんざしになるんですけれども、かんざしを入れていきます。その後ブチ、竹を回して、で最終的に今その状態でお客様には見ていただいて、それから縄を投げ、5本ずつに束ねた縄を投げたものを今度1本ずつにばらして、あとはしっかり結束をしていく。で、この結束の仕方はちょっとせっかくなので皆さんにですね、体験していただきながらですね、まあ、せっかくなので宇野首結びっていう結び方になるんですけれども、それも覚えて帰っていただけると嬉しいですね。